前回のカツクラ、どうやら世の中はハロウィンが来てるんだってさ。こんなわけでカツクラワールドもハロウィン仕様に酒井さんがしてたんだけども、なんと本当に来てたよ。本当にハロウィン来てたんだよ。ゾンビさんたちがカボチャのヘルメットをかぶり、なんだかにぎやかになっていく。名前をつけてとりあえず永久的にいるようにしてみた。さて今日は前失敗したあれ絶対成功させる。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。治療してもらいました。さて今日はどうも、おはよう。おはよう、おはよう。ゾンビが駆逐されたらしいよ、世の中から。あ、綺麗に戻ってる。よかったな、カズクラ。なんかな、もう世の中ゾンビだらけやったんやけど、ある時期を過ぎるとな、ゾンビいなくなるらしいんだ、この日本から。そうだよな、キラキラした木がいっぱい出てくるよな。ほんとだよな、あれもおかしいよな。なんか1ヶ月ぐらい体感だけど早くなってない？あ、確かにハロウィン終わるとすぐあるよな。で、10月の半ばだぜ。半ばでハロウィングッズ買いに行ったんだけど、子供の。もう半分クリスマスグッズになってたよ。早いな。100均とか行ったら2ヶ月60日あんだぜ。60日以上早すぎだろ。ハロウィンまだなのにもうグッズ少ないみたいな。そう、それだよね。え、で今日はね、最近めちゃめちゃ失敗しちゃったんだけど、テーヌテー成長を今日はちゃんとやっていこうかなと思って。お、リベンジ戦やね。ほんで今回考えたのよ。お、考えたのか。そうだよ、コメントからインスパイアされたんだ実は。いいね。そう、いやもう安心安全なやり方があると聞いたんで、あ、確かにと思ってさ。じゃあちょっと行ってみよう。行こう行こう。ない。嘘だろ、空っぽだわこれ。下から下の方、ちょっとみんな行こう行こう行こう。うちどこかで詰まらせたかな。いや、下の方にいっぱい溜まってるんだと思うこれ。そっか、行って帰ってしないといけないのか。そうだよそうだよ。うんなら、もう今日のいい方法、酒井さんだもん、これ2スタックぐらい持ってくれ。わかった、2スタック回収 OK。 いや今回のは危険が付きまとうからな。わかったよ。あ、待て、こういう風に上上がるからダメなんだよこれ。そうだな。これで違う、なんか足場台が出てきた今。あ、出てきた。行ってきます。なんで面白すぎるんだけど。ゴミがいっぱい詰まってんだこれ。ボート手に入れたぞ。ほらほら、こっちこっち、よしこっち来てくれ、こっち。ほな、今日やる方法はとても簡単だ。今ここで試しにやるぞ。うん、ここで多分な、視聴者さんが言いたかったのはこれだと思う。こう並べる。ふむふむ。ほんで感圧板を置く。いくぞ。うわおお、この威力やばいぞ。大穴ができたぞ。すごいなこれ。ということは、待て、一気に爆発させると。いくよ。あ、酒井さんだ、やってみよう。いくよ、ちゃんと見ててね。うん。あ、やばいやばい。まずい、逃げて。カズクラよ、これ危なくないか。え、待て、これ駆け抜けることできないのか。手の手置いてみて。本気の走りした。本気で走ったぞ。うわー、やばっぜ。逃げてカズクラ。いや、大丈夫だ。本当に大丈夫か。いや、大丈夫だこれ。何を根拠に。俊敏のポーションっていうやつがあるから、それを口にしたらいけると思う。わかったやろう。な、まずは TNT から並べていこうかこれ。どうしよう。穴掘ってその中になんかガンガン仕掛ける感じでいってみるこれ。そうしようか。こっちも穴だらけだからさ。穴だらけだね。だからちょ、こっち方向で上から行って上を走り回るのはどうだ。この上。あー、それはいいかもな。確かに分かりやすいかも。ほんなら、うちこの列担当するから、酒井サンダーはこの列担当しようか。一旦縦に、できれば2マス掘った方が効率よくないか。2マスか。なるほど、下に落とした方がいいのね。そう。地表で爆発じゃないでしょう。一旦寝よう。間違えてモンスターが詰まるとやばいぞ、これは。あー、よく寝たー。いや、うまいこと成功するといいんだけどな。2マス掘って、こうだな。あ、やべべ。大丈夫か。掘りすぎちゃってさ、難しいよね。大丈夫か。大丈夫だ。いや、掘ってるな。ふふふ。やや掘ってるな、やや。え、やや掘ってる。そう。下。ちょうどいい角度ってのがあるから。それを探すしかないのだな。ちょっとバックするんだ。手前のやつを掘ろうとしたら、それはなるよ。こうか。そう。優しく。そう。
だいぶコツをつかんだぞ。オッケー。うんなら、さっきいただいた部屋の手を敷き詰めてくれ。下の段に。わかった。おらら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 ら。どうだ？あれ？おお。ああ、これは右クリックの連打が必要だからな。おららおらおら。ああ、ちょっと手とあれの動きが。おららおらおら。そうそうそう、そう、頭では動いてんだけど体がついていかないってやつだ、これ。なるほどね。よくある。よし、できたぞ。ほんでだな、貫通板、今石いっぱい削ったからできるんじゃない？あ、できる。よし、作ったぞ。うんなら、ここから危険な作業になる。はい。貫圧板を置いていくんだ。貫圧板はクリックで爆発しないのか？ない。なら安心だな。優しく置いていくんだ。了解。気をつけろよ。危なかったぜ。フリじゃないぞ。今マジで危なかった。マジで気をつけるんだ、これ。わかった。お、いいね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 。え、あぶねえ、びっくりした。足元になんか置いてた。あぶねえ。ちょっとマジ、シフトをしながらやったら。シフトをしながら横移動。シフトをしながらやるね。下落ちないように。そう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 。はい、できた。あー、ショックだ。マジで落ちちゃダメだからね。フリじゃないよな。はい、こっちこっちこっち。今からスピード速くなる薬を作ろうと思う。これ、これ多分な、我らがおじいちゃんとかになった時にこういう薬できてると思うから。動きが速くなる薬。最高だな。うん。よし、では今から俊敏のポーションというものを作っていこう。はい。これがあればあの速度以上になんとかなるはずだ。念のため怖いからいろいろ預けておこうかな。人生万が一はつきものだ。では今から作っていく。はい。レシピとしてはやってみろ。水入り瓶だ。水入り瓶を置くんだな。セットするんだ。そうだ。設置しました。よし、ではググる。ググります。な、ここに今、こっちだ。新鮮な、これ。新鮮な、これ赤いの、ほら。あ、これね。これで奇妙なのができるような気がする。これを入れるんだ。入れてくよ。できた。これが奇妙なポーションか。そしたら次はな、砂糖。砂糖どこかで見たぞ。あ、うちそういえばめっちゃ取ってる。ちょ、こっち来れるか。お、おい、まさかお前。うわー、もう嫌だよ、カズクラ。境行きます。あ、ちちちち。大丈夫、雨が降ってるからすぐ消える。おお、なんとか来れた。こっちの砂糖腐ってるかもわからんが、見てくれ、実はこの裏で砂糖を全然気づかなかった。養殖してんだ。そしてこれがな、こっちにあんだ、こっちに。忘れてた、忘れてた。あれ、どこだ、どこにあんだ、砂糖。今通り過ぎた、これじゃないのか。ほら、これじゃないのか。これか。あ、ほんとだ、めっちゃ取れてる。な、これを持ってこう。うーわー、やっぱ帰りもこれか。あ、ちちちち。うわー、そのまま入ってからの、うわー、ジャンプ。あ、ちちち。うわー、入ってく。やっぱ雨はいいな。雨はすぐ冷える体が。これなんとかならないか。いや、なんとかはプレイスキルが伸びていくから大丈夫だ。そうか。で、今のやつをクラフトすると砂糖ができるから。砂糖だ。砂糖できたぞ。ここに入れる。そこに入れてくれ。砂糖64個も入れなくていい。64個も1個だ。1個、1個でいいのか。次これだ、後ろに投げといたぞ。グロウストーン、ダストーン入れると。そうだ、それを入れてくれ。なんとレベルが上がったな。これを入れてくれ。これを入れることで、なんということだろう。これだとたった一人しか飲めないんだ。これ、これがパワーアップすることで、なんと二人仲良く使えるんだ。これをパシャンとして。お得だな。そうだ、ほんならこれを使って今から行くぞ。イエッサ。一旦寝ておこう。そうだそうだそうだ、夜は危ない。ダッシュだダッシュだ。なんか加工されてんだけど、これ。旗を作りたかったから羊さん連れてきたんだ。えらいな、これ。えらいだろう。そういえば作ってなかったわ。ほな、すや。うわー、よく寝たー。 TNT 敷き詰めてデスゲームみたいにしなくていいのか。え、 TNT をさらに使うっていうのか。そうだ、家族ら山の上全部埋めてしまおうと思っていた。そんなことしようとしてんのか。敷くだけならタダだからな。そうだろう。サムネってことか。業界用語で言うとそういうことだな。まだ実は余りがあるんだ、これ。ど派手にやろうぜ。まだ本当にいっぱいある。わかった。これ危ないな。不要なものはもう入れておけ。うちにはホルゾーくんしかないんだ。ホルゾーくん入れといてくれ。あと家族ら忘れてるかもしれないが、うちのシャベルエンチャントしてくれると言ってそのまま持って行っちゃったからな。忘れてたよ。また今度やろう。また今度やろうね。この脇にまずは置いていこう。この脇に、脇に置いたら絶対誘爆するからマジ気をつけろよ。
たら、今ちょっとポーション持ってくるから。オッケー。で、決めてよ。これで感知する速度より速なるはず。家族ら食料持ってるか。使え。満腹にしてしっかり走るわ。な、ちょっと行くぞ。はい。おし、これでやばい速度になった。せーのでドンで行くぞ。オッケー。行くぞ。オッケー。せーのでドン。うわー、まずい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 、ただまずい。やばいやばい。まずいまずい、走って走って。やべえ。まずいまずい、走って走って。やばい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 。まずいまずい、走って走って。あ、おはよう。おはよう。悪い夢を見てたようだ。うちも悪い夢見たよ。よし、では今から爆破に行くぞ。そうしよう、今日はいい爆破できるかな。できるといいんだけどな。待って、すでにいい爆破ができてるかもわかんない。これなんだって。大変だこれ。こっち来てくれ。おお、まあまあいい爆破ができてたようだこれ。本当だ。というわけで大成功。いやー、視聴者さんの言った通り安全で効率的な爆破だったね。そうだね、本当ノーデスで終わったからな。ノーデスでいろいろできるね、簡単に崩すことができるやり方としてこれは使えるんじゃないのかなと思う。視聴者さんもぜひこれはインスパイアされて真似してみてくれ。やってね。ただなんとなく言っとく、気をつけろ。というわけで今日はこんなところでまたお会いいたしましょう。じゃあのー、バイビー。